信号右曲がったんですか。いや、信号じゃないし、降下した。あ、降下した。うん、半弯道の降下見えてるでしょ。そのまま向いて。うん、すぐ見えてますわ。あれを右で。ほんで、はい、ほんで松原の、三原の入り口無視。無視ですね。で、そのまま松原まで行って乗ってもらうと。近畿道で。ずっとまっすぐ行ったら、阪神高速、はい、東大阪線ありますから、で奈良方面って書いてあるから、そっち方面行ってください。これ何年モデルですか。これ去年買ったばっかりですよ。もうめめ15年、16年モデル16年ですかね。はいはいはい。もう去年免許取って、去年経って。ああ、リターンライダー。もうそんな、全然、もう 初心者に近い。またお会いしましょう。すいません、ありがとうございます。またいつでも遊びに来てください。はい、もうまたいつから、生駒からいつ帰るんですか。5日の日に。はいはい。よかったら朝とか、フェリー乗って帰るんですか。いやいや、もう走って帰ろうかなと思って、はいはい、高速を。明日明後日天気悪いでしょ、こっちは。そうですね。5日の日はまたなんか。みたいやから。また気楽に寄ってください。はい、もうすいません、ありがとうございます。また、すいません。初めて遠出してきたんで。ははははは。まあ、そういう時、知った店があったら気楽やからね。ですね。もう、YouTube で言うたさんの。はい。自分これ買ったけど、ほら、はい、マフラーの音が参考になるでしょ、結構マフラーの音とか。この七半がハカイダーのバイクで有名なんですよ。キカイダー、ハカイダーのね、うん、1973年モデル。あれ乗ってあるって乗ってますよ。 あれが、83年モデルですよ。刀がね、ずっと入ってもらって、ずっとそのままずっと入ってもらって、ずっとそのままハンドル切ってもらって、そのままハンドル切ってもらって、はい、ほんでちょっと下がってもらって、この間を抜ける感じで、ほら楽に出れますから、はい。こっち入ってもらったら。